はい、おはようございます。日比野哲也です。ドリフトドライブやってます。今日はですね、奥伊吹に来ております。大宮ラーディジャパンラウンド5。はい、奥伊吹です。今日はですね、金曜日前日練習日でございます。はい、まあ今回はね、少し天候がね怪しいですね。曇りからのちょい雨がなんか予想されてます。はい、まあ今回はね、土日は、はい、雨降りそうにないんで、まあとりあえずいい天気で走れそうなんですけど、今回の練習日悩むね。はい、練習日といえば、金曜日の練習1日とで土曜日の朝、どうだろう、2時間ぐらいかなの間で12本走れるんですよ。なのでその12本をどういう割り振りで練習するのかっていうのも、まあチーム力になってきます。はい、ですので今回はどうしようかなって、今は正直天気に振り回されてる感じですね。はい、まあ、今回のその RZ34 の仕様変更のポイントとしてはですね、ボンネットに穴を開けてダクトをつけて熱対策、はい、してます。それでね、水温イオンが下がるように、はい、なってると思います。あと前回ね、R2 選手がアドバイスしてくれたワイズファブのそのアッカーマンを変えるワッシャーがあるんですけど、あれをまあ変更したらどうかなっていうポイントも一つ試したいなっていうことで、数号で走ったまんまで走ってみた後でワッシャー変えて一回走ってみたいなと思います。でそれはもう本当にね、今日中にやりたいと思っているので、はい、それがいいのか悪いのか、まあ走らせていい方で詰めていきたいなと思います。はい、まあ今回はね、まだ雨降ってないんで一発目から、はい、走る方向でいきたいと思います。いきましょう。今回はですね、グッドライドチームだけ上なんですよ。他のチームは、はい、下に、はい、ピットがある感じですね。で、上の段はあそこに、はい、ステージがあって、で、ブースがバーッと並んでですね、で、この広い場所に、ね、ポール見えますか？あそこにですね、バイクが飛ぶクッションというか、はい、場所になります。で今はちょっとね、まだ搬入中なのでこんな感じです。まあね、多分このピットが完成すると本当にグッドライドだけの、はい、まあ、いい場所になっていくと思います。こちらクスコさんのチーム、はい、こちらがオレンジさんのチームで、あちらが風間さんのチーム。あそこがね、やっぱりね、一番大きいね。でちょっと遠いけど、あそこに審査席で、隣がスポッター席です。ここからはね、コースがまるで見えません。はい、今回はスタンドあるのかな。これは多分スタンドですね。はい、今日はスタンド多分自由なので、はい、進入から見れると思います。ちょっと寒い。
練習が、はい、2週、4週走りました。午前中に2週走ったんですけど、昨日ね、重捨ての神風号乗ってるから、もうパワー捨ての RZ34 くんがね、もう軽すぎちゃってハンドルが、だからね、ちょっとね、ビビりながら運転してたんで、まあ練習ならなかったですね、正直。で、昼からの2本はワッシャー、ね、アッカーマン変えるワッシャーを変えて、で、リアはそのまま行ったんですよ。そしたらやっぱり思った以上に車の向きがパンパン変わるし、ちょっとね、リアのグリップがもう少しあった方がいいのかなっていう、まあミスにつながってたんで、次はちょっとね、フロントの塔を変えてみて、でリアのグリップを上げてもう一回練習行ってみたいと思います。はい、まだね、車はまともに走れてないんで、もう少しずつね、詰めていきたいと思います。練習日終了でございます。はい、朝9時から12時までと、3時間で、1時から15時17時まで、で4時間、はい、長い時間ですが7時間走りました。で、その中で自分は2、4、1、1、6周です。はい、6周しましたね。はい、で初めの2周は、今まで通りの車でなんとなく走って、で2周目が終わった後にワッシャー変えました。ワッシャーってこれね、はい、これはね、2つ穴が上下にあって、で横に穴があると思うんですけど、これがね、3ミリぐらいずれてるんですよね。この3ミリでその取り付けを外に振ったりとかすることで、ナックルの穴位置を変えるっていう意味があるみたいです、これは。で、そのアッカーマンの調整っていうアイテムらしいんですけど、その転がる転がらないっていうのをこれで、はい、変更できるみたいなんですよ。で、今回は奥行き、侵入してから結構こう旋回する時間が長いし、振り返した後にまたね、旋回があるんで、まあ変えた方がきっと有利なんだろうなと思って変えました。で、初め変えた時にはすごくその違和感があって、もうハンドルの戻りが早いっていう印象だったんですよ。で、その前のハンドルをこう操作するフロントタイヤがちょっとね、グリップしすぎてるんじゃないかとか、でバネがちょっと緩いんじゃないかとか、もう本当にフロントはこう動きすぎる、でハンドルもこうなんか的確な操作ができないっていうことで、R2 選手が今回、アドバイザーで来てくれたんで、まあ、相談したところ、バネレートをまず2キロ上げました。20キロから24キロで、フロントのエアーツ2キロで走ってたんですけど、それを 2.6 キロまで一気に投げました。はい、でして5周目してから6周目か、5周と6周目の間に変えたんですけど、ものすごくいい走りができました。で、乗ってても今までみたいなこのフロントがこう軸になってスピンするみたいなのもなくて、すごくね、今まで通り思い通り動くようなセットに
変わりました、はい、なので多分このまま下の練習もいけるんじゃないかなと、でこのまま予選もいいところいけるんじゃないかという感じで今、はい、思っております。まあ、今日6周したんですけど、まあ、そんなにね、トラブルもなく、クラッチトラブルも、まあ、今回一切もなく、だから調子よく走れて、しかもテストも6周目にはいい状態になりました、はい、ですので初めちょっと不安な状態だったんですけど、まあね、本当に6周のうちにね、もういい車に仕上がったんで、とっても、はい、明日は期待できる感じです、はい、まあね、今回は以上となります。はい、明日から頑張っていきますんで、はい、応援よろしくお願いします。ということで以上です。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。